イスパニョーラ島、イスパニョーラ島、イスパニョーラ島、ッツ、ヒスパニョーラ、西、LA エスポニョーラ、配置後、エスプヨラはカリブ海にあるオーアンティル諸島に属する島である。西側3分の1を配置、東側3分の2をドミニカ共和国が統治している。東はモナ海峡、西はウィンドワード海峡及びジャマイカ海峡となっている。 島の面積は76,480キロ平方メートルと世界の島の中では北海道島、カラフト島に続いて23番目の大きさである。カリブ海の中ではキューバ島に次いで2番目に大きい。イスパニョーラ島はウィンドワード海峡を挟みキューバの80キロメートル南東に位置し、ジャマイカ海峡を挟んでジャマイカ島の北東に位置する。プエルトリコからは モナ海峡を挟んだ西にあり、バハマ諸島の南にあたる。キューバイスパニョーラジャマイカプエルトリコはダイアンティル諸島を形成する。ダイアンティル諸島は、小アンティル諸島の火山島やサンゴ礁とは異なり、大陸性の陸海である。かつては、西側のハイチの方が、人口も国力も東側のゲンドミニカ共和国を上回っており、東側は何度もハイチにより進行。 占領されていた。現在は比較的安定したドミニカ共和国に比べ、ハイチは正常が不安定で世界最貧国の一つであり、農業の規模も小さく、国土も森林がほとんど失われ荒廃している。クリストファー・コロンブスはこの島2492年12月5日に到達してラナビダット、LA ナビダットを建設。 1493年の2回目の公開では、南東部の河口に新世界最初のスペイン植民地の居住地区でルラ・イサベラを建設した。この植民地の中心は1496年には、新世界最初の西洋人による町、ヌエバ・イサベラ、ヌエバ・イザベラとなったが、間もなく、ハリケーンで破壊されたため川の対岸にサトドミンゴの町を築いた。系の先住民の人は、 カシーケと呼ばれる主張に引き入られて暮らしていた。この島をキスケア、キースケイア、またはキースケイア、すべての大地の母の意味と推定されていると呼んでた。この名前は、ハイチ共和国とドミニカ共和国両方の地名に残っており、また、ドミニカ共和国の国家は、キスケアの勇敢な息子たち、クイスキーノス・バリンテイスと呼ばれている。その他の先住民による島の呼び名には、ティ。 アイティ、高い山の土地やボヒオ、ボヒオなどがあったが、アイティは1804年のハイチ共和国独立の際に国名として利用された。ハイチは島中央の山脈の姿に由来し、もともと島全体の呼び名で、西側のハイチ共和国側に限定されたものではなく、ドミニカ共和国のある東側もかつてはスペイン領ハイチと呼ばれていた。 スペイン人はこの島をセイドミニコにちなみサントドミンゴ島、サントドミンゴと名付けた。ドミニカ共和国の名や島の西側に存在したフランス植民地、現在のハイチ共和国サンイコールドマングサンドマングの名はこれに由来する。スペイン人による鉱山労働などでタイの人らは酷使され持ち込まれた薬病被害もあり25万と推定される。 コロンブス以前の人口は激減し、絶滅へと向かった。代わって、アフリカからの黒人奴隷が大量に送り込まれた。当初のスペインの前頭支配に対し、手薄な西側に、フランス人などの海賊が侵入し、北西沖合のシマトルトゥーガ島は、海賊の創屈と化した。しばしば貿易船や入植地を襲う海賊の脅威に、1606年には、 スペイン人は入植者に対しサントドミンゴ周辺に集まって住むよう命令空白地となった島の残りにはフランスやオランダ、イギリスなどの勢力が殺到した。1660年代以降フランスは島西部の領有を主張し入植地を築き1697年のライスワイク条約で正式に島の西側3分の1はフランス領となった。 フランス量産イコールドマングは、北部カップイコールフランセ、ゲン、カパイシャンを中心に、砂糖、コーヒーのプランテーションが建設され、フランス植民地の中でも最も利益を生み出す植民地となったが、アフリカから連行され酷使される黒人奴隷の間には不満が高まっていた。フランス革命に乗じて、黒人や根ラ村と勢力が決起し、配置革命が起こり、 1804年には、西半旧発の黒人国家配置帝国を誕生させ、プランテーションを解体させ、小作農を多数生み出した。一方で独立後の配置はフランスにより、放棄したプランテーションなどの賠償金を払うよう強要され、財政や経済は混乱してしまった。は、フランス革命戦争でのスペインとフランスの子は、バーゼルの和役により1795年に、 フランスに割上され、イゴさんイコールドマングのハイチ革命の荒波をかぶり、ハイチ国人軍侵入による奴隷制度撤廃とナポレオン軍侵入による奴隷復活、ハイチ共和国軍に対するフランス軍の中流継続が続き、ナポレオン戦争後の1814年にスペイン支配が復活するまでにすっかり荒廃してしまった。もともとサントドミンゴを放置していたスペイン人に対し、 中南米で独立戦争が荒れ狂う1821年、副総督、ホーゼイ・ヌネズ・デ・カッセルスは独立を宣言し、シモン・ボリバルのコロンビアへの併合を提案した。しかし、ハイチ共和国大統領ジャンピエール・ボワイエにより、侵攻され人口の少ないスパニッシュハイチは敗北し、全党がハイチ領となってしまう。ハイチ支配下で、養殖はハイチ人が占め、 対仏賠償を払うための税金が、サントドミンゴ側に課せられるなどの屈辱的な状況下で、スペイン人やメスティーソたちは独立運動を模索した。1838年に、ホアパブロドワールテが秘密結社、エルエートリナテリアを結成し、1844年に、ドミニカ共和国独立を成し遂げた。この際のハイチに対する決戦の功績で、マティアス・ラモーメラと、 フランシスコ・デル・ロサリオ・サンチェスは、ドゥアルテ同様英雄と称えられている。ラトリニタリアを支援した、富裕な牧場主が、初代大統領となりアメリカ合衆国憲法に、習った憲法を制定た。ハイチ側では、元国人奴隷の将軍が事態を収集し、皇帝に即位した。これに対しハイチの進行を恐れるドミニカ共和国は1861年。 保護を求めスペイン植民地に逆戻りするが、再度の植民地支配に対し反発も強まった。ハイチは独立運動を金銭や拠点の面から支援し、1865年ドミニカ共和国は再独立した。ドミニカ共和国側はスペインという大きな悪よりハイチという小さな悪を選んだ形だった。 ハイチを恐れアメリカ保護領になる提案も出したが、合衆国が拒否して失敗した。ドミニカ共和国側では、再独立戦争に勝利した黒人軍人、ウリセスーロ、ユリーシス・ヒューローズが、ドミニカの大統領して君臨した。19世紀末にはハイチもドミニカも安定し、エディート層と農民層の対立は残しつつ、近代化へ向けた歩みを始める。 1906年ドミニカ共和国は、ウロ大統領後の混乱収集と列強に対する債務返済のため、アメリカ合衆国が50年にわたり、ドミニカ共和国の関税徴収を行う代わりに、債務返済の保障をするという提案を受け入れ、事実上の保護国となった。この時期ハイチも、退仏賠償や各国への債務が介せず、財政難と混乱が続いた。第一次世界大戦時、 両国の内政混乱につけ込み列強、特にドイツ帝国があてを、新場のを避けるため、アメリカ軍は1915年にはハイチに、1916年にはドミニカ共和国に出兵して、両国を占領した。両国は、アメリカ軍支配下で債務を返済し、経済基盤や政治を改善し、大規模農業を導入し、有力者の私兵や軍閥に変えて協力で統一された。 警察や国軍を作るが、これが後に、両国の軍部独裁の種となる。両国では、アメリカ軍への反発が高まり、アメリカも、両国を維持する、経済力や利益に限界があったため、財政を管理し、保護国状態を続けたまま軍は撤退させた。ドミニカ共和国は1924年に、ハイチは1934年に、アメリカ軍支配を脱し、選挙が復活したが、 ドミニカ共和国では1930年に陸軍参謀総長ラファエル・トルヒーヨが大統領に当選し、以後30年に渡り家を私物化する。トルヒーヨは1937年、領内のハイチ人の応援労働者ストに際して、ハイチ人の皆殺しを支持し1日で1万7千人から3万5千人が殺された。 ドミニカ共和国はハイチに75万ドルの賠償を払ったが、カトリック教会とエリート層に支持され、反響的な姿勢がアメリカの支持を受けていたトルヒーヨの支配は揺るがなかった。一方、ハイチではエリート層を構成するムラートの政権が続いたが、多数派国人の圧力が高まりクーデターや清掃が続いた。1957年、黒人の庶民派、 フランスはデュバリエが大統領となったが、彼は独裁権力を振るうようになり1986年まで親子2代にわたる独裁政権が配置を停滞させた。入れ替わるようにドミニカ共和国ではトルヒーヨ政権が倒れた。反独裁の動きの中で第2のキューバ革命勃発を恐れたアメリカはトルヒーヨを見放し、トルヒーヨは1961年に暗殺された。 1965年のドミニカ侵攻後も軍事政権は続くが、ホワキン・バラゲル大統領が強権的ながらも政治と経済を安定させ、ドミニカ経済はアメリカの支援もあり回復していった。20世紀末以降、ドミニカ共和国は極めて安定した政治の元経済発展を続けているが、一方のハイチはデュバリエ政権崩壊後も不安定な政情が続き、 世界最貧国の一つとなっている。イスパニョーラ島には5つの大きな山脈が走る。中央山脈、ドミニカ共和国では、コルダレラセントラルコルディジェイラセントラルと呼ばれるが、島の中央を北西から南東方向に伸び、ドミニカ共和国側の南海岸から、ハイチの北西部、マッシイフリーユーノーマッシフデューノール、北部山海に至る。この山脈には、 島の最高峰で、オーアンキル諸島の最高峰でもあるピコ・ドアルテ・ピコ・ドアルテ3087メートルがある。中央山脈の北に並行して、セプテントリオナル山脈、コルダレラ・セプテントリオネル・コルディジェーラ・セプテントリオナル、北部山脈が、東のサマナ半島、サマナペニーシュラから、ドミニカ共和国の北海岸を走る。その最高峰は、ピコ・ディエゴ・デ・オカンポ、ピコ。 ディエゴデオコンポである。中央山脈とセプテントリオナル山脈の間は、ドミニカ共和国側は、シバオバレー、サブオバレーと大西洋海岸平野、ハイチ側では、北部平野となっており、両国の農業地帯になっている。ドミニカ共和国の南東部にはより低い山脈、オリエンタル山脈、コルダレラオリエンタルコルディレラオリエンタルが走る。シエラデネーバ、シエラデネーバは、 中央山脈の南にあり、ドミニカ共和国南西から北西方向に伸び、ハイチ中部に至りリオナイーブ湾に出る、ハイチでは、ノアール山地、マンタニアノイスア、チャイネデマシュー、マンタニアディーユートルディエアウなどになる。南部山脈は、ドミニカ共和国最南端のシエラデバオルコ、シエラデベホルコに始まり、ハイチのセル山地、マッセイフデエルエセラとオット山地、 マッセイフでーラーホッテになり、ハイチ南部の長い半島、チビューロン半島を形成する。この山地にある、ラセル山、ピックでーラーセラが、ハイチの最高峰、2680メートルになる。南部山脈とシエラでネーバの間は低地であり、ハイチでは、クルドサックヒラのカルデサクと呼ばれ、その西端に、ハイチの首都ポルトープランスはある。この低地には、塩水湖が連なり、 ハイチのソーマトルコ、ソーマター、ドミニカ共和国のエンリキー横、インリキオが代表的である。イスパニョーラ島は南のカリブプレートと北にある北アメリカプレートが接する沈み込み帯の上にある。カリブ海プレートは北アメリカプレートに対して都市に2 0ト、mm、ルずつ東へ動いており、イスパニョーラ島に東西の横ずれ断層を作り出している。ハイチ北部には セプテントリオナル断層、セプテントリオネルフォールトが、ハイチ南部には、エンキリーヨイコールプランテインガーデン断層、エニクウイロ、プランテインガーデンフォールトがある。2010年1月のハイチ地震を起こしたのは、エンキリーヨイコールプランテインガーデン断層で、250年間地震の記録がなく、歪みが蓄積していた。イスパニョーラ島の気候は、湿潤な熱帯気候である。 島の生態系は大きく四つに分かれる。イスパニオーラ湿潤林、ヒスパニオランモイストフォレストスは、島のおよそ50%、特に湿った風が山脈に当たり雲となり、大雨を降らせる北部と東部の海抜2100メートル以下の陸地を覆っている。イスパニオラーラ乾燥林、ヒスパニオランドライフォレストスは、島の20%、山脈の影となり、雨のあまり降らない 中央部芝尾バ,バレーや南部と西部の低地を覆っている。イスパニョーラュリ樹林、ヒスパニオランパインフォレストスは、山がちな島の面積の15%にあたる、海抜850メートル以上の高山部を覆っている。エンキリヨシッチ、インリキオウェトランズは、水に浸かった草原やサバンナで、島の南西部の低地に連なる、塩水湖や型の周囲を覆っている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。